あーこういうのいいんだよ、誰も見てくれてね。あーうわー泣いてんじゃん。よろしく頼むぞ。3、2、1。さ、来ました、お久しぶりのうるせえやつらの、チェリーか。あ、おさらい？うん、おさらいっぽいね、こっから見る人のために。あー、ラムちゃん可愛いんだよな。てかもうこのラブちゃん以外もみんな可愛いんだよね。女の子がもう。そりゃ当たるも悩むわな。けど、もうね、こんだけ好いてくれてんだからさ。この子にしとけよっていう。何が不満なんだよって。いや、イケメンでみんなからね、人気があればあれだけど、もう忍もあれじゃん？もう。いや、桜さんいいよね。わあ、わあ、ちょ、もうみんな、もう、こりゃ困る。あ、この子もやるんだ。あ、はい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 。え、てかもうめっちゃいるな、改めてこうやってみると。まだ増えるのか。おお、まだ増えるのか。早速？え？これは？あはは、シリーかよ。なんかおかしいなと思ったら。いや、なんでそんなあれなのよ。あ、いやいや、これは浮気に、あ、出た。もうこれがきついよね。いいね。果てなき鬼ごっこ。このノリが好きなんだよな。いや、このなんか昭和感といい。何食べてんの？おう。いや、懐かしい。ゆてんちゃん。おう。ガム？ああ、いや、このタイプのガム最近あんま見ないな。板ガムって未だに売ってる？売ってるか。え？どうなってんの？またなんか便利グッズか。どういう原理だ、今の。出したいのに、そうそう。え、それでそれが出てくんの？すごー。なんちゅうガムだよ。あは、まずくない？これ。ああ。いや、なんか騙されて取られちゃうんじゃないの、てんちゃん。ああ、言わなきゃいいのに。当たってる。あ、没収しておこうみたいな。いや、ほら、取られるよ。ああ。いや、これ何作るかな、当たる。お、あ、オープニングだ。いや、さっきのガムどうなるんだろう。わあ、またノリノリな曲だね。いやー、で、今期ね、ちょっと俺、今日はリアクションできるんだけど、もう本当にさ、このシーズン、夜中が遅い作品ばっかなのよ。で、これも1時からでしょ。で、平日なんでさ、明日朝早いから、ちょっと、あれ？今のターザン誰？また新しいキャラやっぱいっぱい出るだろうね。まあ、高橋留美子先生そういうの好きだからね。いろんなキャラ描くの。いや、またそれがみんないいんだよな、面白くて。いや、見てきたいんだけど。まあ、録画はして見るんだけど、リアクションはね。まあ、やれて不定期かもしんないっす。いや、今のうさちゃんの、お？今のは誰だ？扉の先に。あー、けど、まあ、最終的にはラムちゃんなんだろうな。あ、この制服バージョンより俺はね、やっぱりあの虎柄のでいてほしいんだよね。先週ってか前回のね、もう途中から結構制服が多くなってたけど。いやけど、この感じがいいんだよ。来た。
うん。あ、そうだ。こんな感じで入るんだよね、タイトルが。あー、てんちゃんかわいそう。それもできるの？女の子もいけんの？まあ、動きはしないんだろうだけど。いやー、誰作る？おお。おー、いいねー。どっちもいいよねー。たまらん。だけど、あの、強気な弁天様。いやけど、声優さんで考えて俺どっちかって、あ、喋るの？うん。すごいね。プップーだけど。うん。いや、声はあれだ。まんま。警戒されてるガムにも。ああ、いいなぁ、この絵。あ、入ってく自分から。じゃ、シティハンターじゃん、なんか流れ。いや、それ、ちっくるよ。もう。え？あ、やり方？ガムの。あ。ああ。自分？なんで？そういうこと？悪いやつ。あ、ああ。まあガムだから割れちゃうのか。これはラムちゃん完全に巻いてから楽しんだ方がいいね。あ、偽物だ。いやーこのフェイク使うのうまいね、当たる。あ、こっちがあれか？あいつ、悪知恵働くわ。やりおる。面倒。久しぶり。え？なんでこんな。めちゃくちゃ不機嫌だね。お！おお、すげえ！ライトセーバーみたいなの出した。え、けど見た目はあれでも風船でしょ？うわ！あそこは叶う。切れ味とかまで。あ、まだある。どっから？いや、ほんとだね。あー、ち、でっか！うわ、そういう使い方。いや、確かにこんなん作りたくないね。うん。あー。うん。あと何枚あるんだろう。あ、店長まで来た。あー、もう終わりだ、これ。この火力がね、なかなか。うん。え？叩かなくても。え？いつの間に。あ、落としてんじゃん。うん。お？逆に？ラムちゃん。うん。なるほど、ゴキブリホイホイ的な感じで。うん、おーいいの、こんなん用意しちゃって。やば、こりゃ来るわ。最高のハーレムだもん。そこまでやってくれんの、このガム。ほんとこれ、このガム欲しいね。え？あ、他の男まであれじゃない？あ、しかもこれ、本人が、絶対そうだと思った。これどうなのよ。当たるじゃなくてさ、他の男が集まっちゃってんじゃん。いやー、けどこのガムの先生いいね。みんな帰らない。いや、これは見たいもん。あ、いや、これ大変だな、被害に遭った方は。いや、これラムちゃん、やってくれたな。けど当たるなのか。うん。
なんかみんな騒ぎになってるからじゃん。あー、これラムちゃんもやられるパターンじゃん。いや、ほらまさかの展開。よっ、いや、本物かな。お、本物か、ぽいな。いや、最初は良かったんだよ。ああ。ああ。何作る最後に。誰だ？肺活量？まとめて作る気か？一個で。でかいでかいでかい。女の子たち、あ、いっぱい入ってる。三人。ああ、やっぱこのメンツなんだ。ああ全部入れてきた。いや、特盛りじゃん。負ける、このためなら命かけれるわな。もう男ってバカだね。あ、まずい。みんな狂気を。割られちゃったの。ああ、けど。あ、いや、できてはいるけど。ああ、これ、逆にできちゃった後に消されるのつれー。あー、動けないんだね、これガムが。こんなガム手に入れなければこうならなかったのにね。あ、いいね、これ、なんか。さ、後半。え？食べ方か。あ、このあれか、やりとりにあれなのか？お母さん、イラついてるね。いや、そりゃそうだ、ごもっとも。食べるんだ。お、やるのか。食べ終わってから。もう朝からこれはやだね。あ、それはちょっとやる。え、あ、ラムちゃんに。うわ、当たる。これはちょっとやりすぎよ。いや、だからって、もうまずごめんなさいだろ、アタルさんよ。え？いやいや、言い方。うん。あ、記憶喪失とかになっちゃうのかな、これ。え？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 ちょっと待って、これ何？言葉があるか？あ、記憶はあるのかな？え？ちょっと言葉？愛は国境を超えて、まあ、だから言葉を超えるってことかな。いや、これなんか、いいエピソードいきなり来んじゃない？ああ。言われてることも、わかんないよね。まあ、読んでるつもりなの？いやいやいや、ないない。ないよ。いや、本気なんだよ。わからない。いや、当たるのせいなんですよ、ちょっと面倒さん。みんな炊飯器持ってる。まあ、まあ、こりゃしょうがないわな。みんな、おほう。あ、記憶はあれか。あるから、もう、なんだ。てんちゃんは喋れるのか。なんか母国語というかね。もう。だよね。いや、これはちょっとかわいそうだわ。どうすんの？また同じ衝撃？え？試したろ！当たる。けど反応ないね。けど、桜先生は来ちゃうのね。あ、しかも、面倒まで反応するという。
うん、そういうことね。けどガチだね、これ。うん、あ、ちょうどいいじゃん。保健の先生だから。うん、うん、なんつってんだろう。ん？知ってる、知ってる。うん。じゃあ時間経てば。ああ。一言多いわー、当たるわー。いやー、けどなんかあれだね。いい話になりそうな気すんね、これ。おーい。ねえ、全然反省しないね、こいつ。だからこそ当たるなんだろうけど、目の前で。いや、ほら、記憶はだってほら、なくなってないわけだから。いや、お前のせいで伝わらないのに。あ風林館高校、風林館高校の服。ちょっと茜出してよ、だったら。いやー、見たい。シークレットで出てこないかなー。あ！まずくない？あ、これまずいんじゃない？いや、お前寂しくなっちゃうパターンだろ、また。前もこんなあったじゃんね。学習しろよっていう。いない。あ、何それ？ちょっと販売して、何飲んでんの？期間限定でコンビニとかで売ってほしいね、今のからで。うん。あ、なんか、作る気だ。え？お仕置きの道具か。直すための、なんつったんだろう。帰ってきてほしいのね。なんだかんだで。ああ、お見通し。まあ、また意地張っちゃって。出されちゃった。いやいやいや、この子まで出す必要ないでしょ。てんちゃんともかく。ほら、ほんね、言えほんね。この曲といい。あ、聞いてる聞いてる。あ、また怒られんの。うん。いや、思いのほか長引くんじゃね。あ、また一日経った。姿表さないのか。あ、あ、ロムちゃん、いるじゃん。うん。もうあれかな？戻ったかな？けど戻ったけど、あえて、あえてなんじゃないの？ここは。違う？あ、数日後。すげえ英語だな、おい。まあ、けど昔の先生ってこんな感じだよね。ああ、治ってないのかな。ああ、もう見る見る。寂しいね。いないんだろうな。あ、いるの？いるの？うん。何作ってんだろうな。うん？まあ、けど言葉が喋れないから、そこら辺のあれなんじゃない？そのコミュニケーション取りたくて頑張ってんじゃない？あ、それね。いや、振りの可能性もないかな。うん。いや、ガチかな。いや、どうすんの？
当たる。いやーけど伝わらないよ。あーあー当たる。いやーけど振り向かないねー。ああ、いやーこういうのいいんだよ、当たるのね時々。ああ、うわー泣いてんじゃん。ああ。寂しいんだよ、なんだかんだな。あ。いや、やっぱいい話だった。え？なに？お？あ！おお！おう！うん、これは。うん。あ、当たるのがあれか。やっぱり、そういうことだね、口だから。あ。あこれあれ、浮気防止にもなるな。もう、あえてなんじゃない。あ、そういうこと。あ、やっぱりそこだよね。いやけど、ね。まあけど話はできるようになってよかったじゃん。まあこれくらいの罰は必要だわ、今回。終わった。あ、かわいい感じだわ。いやー、てか後半の話よかったなー。やっぱ面白いな、うるせえやつら。いやー、いいなー。この感じがやっぱ好きなんだよなー、俺は。ちょっと背景とかの懐かしい感じといいさー。もう今のアニメでは見られないような演出といいね。流れっていうか。いや、ラムちゃんめっちゃ可愛いわ。なんだかんだ、だからああなってもね、アタルのことを思って、まあ、独占したくてああいうの作ってくれてたんでしょ？ずっと時間かけて。いや、けどなんか、アタルがやったのに、アタルがちょっと謝ると、普段のツンケンしてるからさ、ちょっと、わあ、当たるがーみたいになっちゃうのさ、出れたみたいになっちゃうのさ、ちょっと悔しいよね。当たるに対して。多いって本当は怒んなきゃいけないとこなのにさ。まあけど、そこらの制裁は最後してたからね。まあ、よしとしましょう。いや、けど、こういうエピソードまだいっぱいあるんじゃないかな。絶対キュンキュンするよね。いや、前半のけど俺はドタバタ系も好きなんだよ。ああいう女の子たちがいっぱい出てきてさ。学校舞台にする感じ。ナンマとかでもあるけど。お、三つもあんの？はい、というわけで今回ね、久々のうるせえやつら、同時視聴させていただいたんですけど、皆さんどうだったでしょうか？ぜひ今回のエピソードに対するね、感想を聞かせてください。もしよろしければね、動画の高評価、あとチャンネル登録の方もね、ぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと来週またできるかっていうのをお約束できないんですが、できるときはね、体力あるときをやっていきたいと思いますんで、通知設定とかオンにしてね、もし更新されたらぜひご覧ください。というわけで以上、動画部とつがお送りしました。